りなさい、あなた。うむ、報告。ブラックワールド。あ、お帰りなさい。俺の名は光一、32歳だ。こいつは妻のレーナ、専業主婦だ。28歳で課長にまでなった俺は出世街道を突き進んでいた。レーナはそんな俺とかつて同じ部署で働いていた女性だった。課長になったばかりの俺の部署に移動してきたレーナは、仕事をするにあたって容量が悪く、時間内に業務が終わらなかったり、ミスをして怒られたりすることが多かった。すいません、すいません。俺はそんなレーナを見て世話をしてやりたいと思うようになった。ある日、俺は大きなミスをして落ち込んでいるレーナに声をかけた。あんまり落ち込む必要はないよ。え？もっと頼ってくれていいよ。俺は君の上司なんだから。課長。その日以降、俺はレーナとどんどん仲良くなった。仕事の相談をしたり、その延長で食事に行ったり、次第にレーナも俺に心を開くようになり、交際に発展した。俺と結婚してください。私なんかでよければ喜んで。レーナと付き合った俺は2年後に結婚を果たした。俺は30歳になり、収入もさらに上がっていたことから、レーナに働いてもらわずとも生計を立てることができるようになっていた。そしてある日、俺はレーナにある提案をした。え、私が専業主婦に？うん、収入だったら俺一人でも十分にあるから、レーナには専業主婦として家のことを頑張ってほしいんだ。ダメかな？ボイチがそうしてほしいって言うなら、私頑張るね。こうしてレーナは仕事を辞めて専業主婦になった。ただいま。レーナ、ご飯はできてる？あ、コイチ、ごめんなさい、まだできてないの。あ、そうなんだ。いいよ、大丈夫。じゃあ先にお風呂に入ろうかな。ごめんなさい、お風呂もまだ。ああ、そうなんだ。レーナは会社員時代と変わらず容量が悪かった。俺が仕事を終えて帰ってくる頃に、できていなきゃおかしいことができていない。部下だった時代も決してサボっているわけじゃなく、ただ容量が悪かっただけだし、頑張ってくれてるんだ。そう思うようにしたのだが、あのさ、レーナ、今日も飯できてないの？最近毎日じゃない？ごめんなさい、家のことをしているとあっという間に時間が過ぎて。言い訳はしなくていい。今までは我慢してきたが、あまりにも時間の使い方が下手なレーナに、俺はだんだんとイライラし始めてしまっていた。俺は次第にレーナに対する態度が雑になっていった。あの、今日の晩ご飯だけど。いいよ、外で食べてきたから。食べてくるなら前もって言ってくれれば。はあ、うるさい、黙れ。次第に俺はレーナの家事に我慢ができなくなり、レーナと話し合いをすることにした。ルール？そう、ルールだ。日中の活動の仕方、夫婦についての過ごし方がお前は何も分かっていない。だから俺がルールを設けてやると言ってるんだ。でもそういうのって。口答えするな。会社員だった頃は会社のルールがあったから過ごしやすかったんだろうが、専業主婦になるとそれがないから雑になるんだ。俺はレーナの話など聞かず、細かく家の中でのルールを決めていった。半年後にはレーナはすっかりルールを守れる人間になっていた。おかえりなさい、あなた。うむ、報告。はい、12時30分までに洗濯物を済ませ、13時から家の掃除、15時から買い物、17時から夕食の準備をしました。うん、だが料理の際、キッチンを汚しすぎじゃないか？以後どのように気をつけるか報告書をまとめるように。はい。レーナには毎日帰宅後に1日の活動報告をさせるようにした。そして至らない部分があったら、報告書に反省点と改善案を書かせて、後で俺がチェックする。これで完璧だ。あの、光一さん、最近夜一緒にテレビ見たり遊んだりする時間がないじゃない？たまにはそういう時間を。おい、勝手に発言する許可なんて与えていないぞ。いつから俺と対等になったんだ？ごめんなさい、でも。でもじゃあない。ただでさえ仕事もあるんだから、俺にストレスを与えるなよ。はい。
レーナを見ているとイライラするが、自分に従うレーナの姿を見るのは正直言って心地よかった。制服欲というやつなのだろうか。そして同時期、俺の部署には新しくリサという女性が部下として移動してきていた。課長、こちらの資料ですが、ここをこうした方が効果的に説明ができるかと思います。なるほど、確かにな。直しておいてもらえるか。承知しました。リサはレイナと違い容量が良く強気な女性だった。自分の支配欲を満たしてくれるレイナとは違い、強気なリサはあまり好みではなかったのだが。課長、よかったらコーヒーでも。お疲れのようでしたので少しでも休んでくださいね。リサさん。リサの気遣いに次第に心を惹かれ、俺はだんだんリサに興味を持つようになった。リサさん、今日食事でもどうだい？ええ、構いませんよ。リサを食事に誘い、そしてその後酒も入った勢いで俺とリサは一緒にホテルへと向かった。俺はリサと不倫関係になったのだ。いいんですか課長、奥さんがいるんでしょ。大丈夫だ、あの女は俺のことを信用しきっているからな。バレるわけがない。俺はそう言ってその後も頻繁にリサとホテルに行った。家に帰ればレーナを支配下に置いて制服欲を満たし、外ではリサと恋人のような関係を持ち、俺は幸せだった。そんな生活が1年ほど続いていたら、ある日。光一さん、お話があります。はあ？発言の許可は出してないぞ。いいから。いつになくレーナが怒っている。一体どうしたのかと思っていると、レーナの口からとんでもない発言が出てきた。あなたが会社の部下と不倫していると知りました。もう離婚します。な、何？離婚だと？もう限界よ、あなたとは。貴様。待てよ、ここで起こったところで不倫の証拠があるわけじゃあるまい。離婚してもいいが、突然の離婚となるとこっちだって言いたいことはある。お前には慰謝料を払ってもらうからな。はあ？お前と離婚することによってこっちの精神的負担はかなり大きいものになる。その慰謝料は払ってもらわなくてはならない。バカね、私が何の証拠もなくあなたが不倫してると言い出すと思う？え？今までずっと私のことを家政婦みたいに扱ってくれたわよね。私はそれですっごく傷ついた。そしたらね、社員時代の同僚だった夏希と亮太があなたが移動してきた部下と仲良くしてるって教えてくれたのよ。なんだって？あいつらが？調べてもらったら不倫の事実が発覚したの。二人に証拠集めを協力してもらったから証拠はバッチリあるわ。もちろん家庭でのモラハラについても録音や写真、日記をつけておいたから。ま、待ってくれよレナ、俺は。何？この後に及んで言い訳？いや、俺がこうなったのはそもそもお前のせいなんだぞ。はあ？お前がもっと魅力的で容量のいい女だったら、俺もリサにうつつを抜かしたりはしなかった。そんなタラレバロン聞きたくもないわ。証拠がある以上慰謝料は私がもらうことになると思うから覚悟しておきなさい。そんな、待ってくれレーナ。俺はレーナに泣きついたが、彼女は決して許してはくれず、俺は多額の慰謝料を払って離婚することになった。リサも慰謝料を請求されたそうで、俺に怒ってきた。離婚したことと仕事と私生活のバランスが崩壊したことにより、俺は精神的に不安定になり、リサからも振られてしまった。レーナは俺と離婚した後、亮太と夏希のサポートもあり職場に復帰したらしい。今は仕事も要領よくこなせるようになり、すぐに出世したのだとか。幸せを手にしたレーナと全てを失った俺、一体何がおかしかったんだ？俺は何を間違えたんだ？誰か教えてくれ！ここまで見たお主らは見込みがある。チャンネル登録をしていくがよい。